8月の、8月に CD 出したんです。11日にリリースしたんです。12日にでも確か25日だったと思うんです。ちゃんと出したの多分、まあ、それはいいんですけど出したんです。で今日このメンバーとあともう一人ベース池上英二郎っていうベーシストがいるんですけど、それで熊本県の人吉っていうところの、山の奥の方に大きな一軒家がありまして、そこで2日間しかみんな揃わなくて、その一軒家にみんなこう急遽に詰めて、CD を録音したんですね。本当はこう一つ一つ部屋が分かれてて、ドラムの人はドラムの部屋があったりして、歌は歌の部屋があったりして、そういうところで撮ると思うんですけど、今回はそのもうワンルームっていうのかな、一部屋しかない、ところに、みんなでこう急遽になって、撮ってる人の音を聞きながらね、一つ一つこう撮っていったんですけど、こうなんて言うんだろう、この僕の今弾いてるギターがちょっと悲しい感じになってるんで、悲しいトーンになっちゃったんだけど、これはこの月歌った後話そうかなって思ってたんです。この今言ったのこの段取りっていうものがあって、もう一回次終わったらもう一回同じこと話します。いやダメこれ一軒家でこうみんなでこう、ね、円になって撮ったんですけど、グッドディールっておしゃれなとこじゃないですか、ね、だからすいませんね、こんな汗だく。僕も本当は涼しい格好で歌う予定だったの。これ誰のかな。まあいいか、気を取り直して。じゃあ僕あんまりこう愛の歌とかラブソングとかあんまり歌う方じゃないんですけど、CD に入ってるので一曲ダーリンという歌、弱い男の人の女の人をこう愛する気持ちを歌っております。僕はお察しの通りこう俺についてこいよっていうタイプじゃないので、よかったら寄り添ってほしいタイプなんですね。そういうのを素直に歌にしてみて、寄せては
返すさざ波のよう良くも悪くもない日々輝き始めたのは誰のせい愛を歌うとすれば僕にはまだ若すぎるけど今夜だけは許してくれないかい お前たり 歌を歌ってくれないかい お前たり 笑う顔を見せてくれないかい お前たり そばにいるよモノクロの人生を彩ってくれないかい Oh my darling Oh my darling Oh my慰めてくれないかい Oh my darling 笑う顔を見せてくれないかい Oh my darling そばにいるよモノクロの人生を彩っていかないかい Oh my darlingほとんどの人がお仕事してると思うんですけどこういう貴重な休みをねしっかり楽しんで体もリフレッシュしてまた仕事が始まるときに頑張ってほしいなと思って作った歌がありますこういう貴重な非現実的な瞬間をみんなで楽しんで少しでも次の活力になるように尊く愛しいものがない
心の身が弾けたよさあるだろう。そんなこと他愛もないことほど素敵なこと、今じゃ宝物金じゃない小物だから忘れない感謝の心。平和を祈るより今は歌いましょう平和に、愛が結ぶ愛で繋ぐ縁で、平和を祈るより今は歌いましょう平和に、愛が結ぶ愛で音が繋ぐ縁で、今この場所で僕ら人間は見落としがちで、尊く愛しいものはいつでもすぐそばにある。あなたに会えてこのグッドディールカフェでそう会えて、やっと気づいた心の身が弾けたよさ。誰でも悲しみを背負いながらも隠し笑ってる、今はじっと耐えて、そしていつか笑い話になるように僕も歌ってる。ぜひ負けたいゴー、平和を祈るより今は歌いましょう平和に、愛が結ぶ愛で音がつなぐ縁で、平和を祈るより今は歌いましょう平和に、愛が結ぶ愛で音がつなぐ縁で、ありがとう俺のパパママ、ありがとう俺の友達、愛すべきすべての仲間へ、今は歌いましょうみんなへ。平和を祈るより今は歌いましょう平和に、平和に。シンガーさんをお招きしてというか、まあ、ちょっと強制的に呼び出してお願いしてるんですけど、ちょいちょい、熊本にも、僕とは別にソロの活動で、来てたりして、まずギターの手嶋健太は、今度熊本に来るのがいつですか？来週？来週ですね。来週のいつ？10月13日、来週の土曜日に曲師四季の里っていうキャンプ場があるんですけど、そこにリッキー・ジーというシンガーさんがいて、その方のサポートギターで、熊本にまた住んで、もしタイミングがあればですね、ぜひその四季の里にも遊びに行ってください。そして、こちらのめぐみちゃん、は、今度は今月の末かな、熊本に来るのは21日、何曜日ですか？日曜日、日曜日に、ちょっと待ってね、思い出すけ、思い出す21日に思い出さんと思い出せ
年中9周年か9周年を迎えるらしくて、それのお祝いで、はい、歌いに行きます。もうがっつり歌うんですよね、それね。はい、うん、鈴木めぐみ、非常に今この2人、まあ、全員なんですけど、なかなか捕まらない、活動をしてますんで、10月11日、間違った、何日だったっけ、21日、10月21日、日曜、熊本市の方で、よろしくお願いします。うちゃんはまだちょっと決まってないのかな、はい、まだ近いうちにね、またあの熊本の皆さんに聞いてもらえるように。頑張ります。次があの最後の曲なんです、このメンバーであの CD を作ろうってなった時に、この曲だけは撮ろうっていう曲があって、あの皆さんにもこう大事な人っているでしょう。お父さんやお母さんや飼ってた猫とか犬とか知らんけど、その辺はおるでしょう。なんか大事な人がね、遠くにいる人かもしれないし、すぐに会える人かもしれないです。まあそういう人たち、そういう人たちが、そういう人も僕にもいて、大事な人が、そういう人たちを大事にこうしてるっていうのは頭では分かっているんですけど、なかなかこう行動に占めててなかったりとかするでしょ。やっぱり日々の仕事に追われてたりとか、ちょっとこうなんかちょっとやかましいこと言われるとちょっとムカついたりとかね、でもそういうのを一回置いといて、もう一度フラットにして、心をフラットにして、大事な人を大切にしましょうよって歌を最後に歌って長尾版で終わりにしたいと思います。雲の上のジジとババ、俺の愛犬も忘れてないぜ、あなたたちのこと忘れるわけないぜ、今もずっと昇るほど悔しいこともあるけど、腹がよじれるほど笑うことも多いのさ。もう少し苦しんでみるよ、もう少し楽しんでみるよ、My life。 歌を歌おう、歌を歌おう、歌を歌おう、寂しさをそう打ち消すように歌を歌おう、歌を歌おう、街の明かりが消えそうになっても歩いて
Let's make a wish.